すする TV。 すする改造計画が始まって3ヶ月までもう少し。ジムフィールボディのトレーナーこうちゃん協力のもと、食事制限や週2回のジムトレーニングで着実に肉体改造されてきたすする。年内最後のトレーニング果たして。はい、というわけで10日に一度の体重測定をやっていきましょう。今日は年内最後の測定です。ああ、そうですね、はい、今日でじゃあジムは年内でラストということで。そういうことです。怖いっすね、逆になんか怖いわ1週間ぐらい多分空きますよね。約1週間空きますね。恐ろしい。読み込み中です。あれ、おお、お、73。はい、見えてきましたね。いいですね。再びやりました。やりましたか。おめでとうございます。あざっす。やった年内気持ちよく終わりましたね。いやよかった本当に。今までで一番落ちてたのが 73.6kg なんで、それをも下回るという結果になりました。おお、どうでしたか見てみて。いやよかった。そのなんかスッとこう73kg 台になってたんで、スッとな。はい、スッと、うん、はい、では良かったですね。脂肪もちゃんと落ちてるから。あ、そうですね、うん、無理な落とし方じゃなくて、はい、あの毎日日々気をつけてる落とし方してるのかなという感じはしますね。もう今日年内最後のトレーニング、はい、トレーニング開始まで今日から1週間ぐらい、うんうん、空きますよね。空きますね、うん、だそこの過ごし方が結構大事かな。はい、木曜まであと1キロぐらい落とさないといけないから。そうですね、うん、さあどうする。さあどうする。いやこれ自分でやるしかないってことですよね。なんかその食事制限はまあもちろんありきですけど。そう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 、もう究極そうやね、自分でやるしかないっていうそこなんだけど、まあどうやるかっていうと、とにかくね体温上げるっていうことをまず考えてほしいんですよ。例えば歩くもそうやし、お風呂しっかり長く入るっていうのもそうなんですよ。お、深部体温をいかに上げれるかっていうのも結構大事なんですよ。なるほど、うん、代謝を上げてあげるっていう、うん、それもちょっとは意識した方がいいかもしれない。もう24時間ボディメイクですよ。うわ、常に毎日日々自分のやる一つ一つのことがこういう測定につながっているかどうか考えると。確かにそうっすよね。うん、厳しい。マジあと 1.2kg か。あと 1.2 ですよ。体っていうのは難しいですね。そうですね。おい、ああ、はぁ、